まずは白川選手からお願いします。白川選手 71.00 クリアです。クリアしました。なんとライト級に合わせてきました。お腹のあたりをさせています。さあ八地選手お願いします。八地選手 71.00 クリアです。ジャストでクリアです。さあそれでは正面を向いての写真撮影、ファイティングポーズ、あるいはご自身のポーズをお願いします。八地選手の対戦相手が急遽変更になりました。なんと名乗り上げたのはフェザー級で戦っている白川選手です。当日リカバリーした後、この2人どのような体格差になっているんでしょうか。それではフェイスオフです。試合前から互いにバチバチの火花を散らしています。怒りをあらわにした白川陸斗選手、一方八地選手もそれを正面から受け止める覚悟。ありがとうございました。両者の戦いは明日の第7試合です。それでは、それぞれ、ファイターの皆さんからコメントをいただきます。まずはですね、白川選手まだお仕事がございます、すいません。白川陸斗選手から明日の試合に向けて意気込みをお願いします。皆さんどうも、白川陸斗です。明日はこのムキムキマッチョメンリングに沈めたいと思います。刮目してください、よろしくお願いします。ではそれを受けまして八地選手お願いします。どうもこんにちは、八地です。明日は佐賀大会、佐賀で一発目の大会なんで、それに相応しまさにお祭りのような試合を皆さんにお届けしたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。両選手の戦いは明日第7試合に決まりました。野瀬選手 60.95 クリアです。クリアしました。続きまして滝沢選手お願いします。滝沢選手 60.85 クリアです。クリアです。一撃一投の空手王子帰ってきました。さあそれでは両者前を向いての写真撮影になります。前に出てください。正面を向いてファイティングポーズ、あるいはご自身のポーズをお願いします。こちらの2人も身長差があります。滝沢選手が上回っています。今回ライジン初参戦の野瀬翔平選手です。ファン待望のライジン参戦になりました。そして一方は復活の白星をつかみ取ることができるか、滝沢健太選手、ライジンジャパングランプリベスト4ファイター、ありがとうございました。熱きバンタム級の戦い、この2人第3試合で見せてくれます。